FA カップ2017から2018は2017年8月5日から2018年5月19日の期間に開催される通算137回目の FA カップである。チェルシーが6大会ぶり8回目の優勝を果たした。イングランドの5部から10部の各ディビジョンに所属するクラブが参加。予備予選1回戦、同2回戦。 予選1回戦、予選2回戦、予選3回戦、予選4回戦の計6回戦制で最終の予選4回戦に勝利した32クラブが本戦に参加する権利を得る。組み合わせ抽選会は2017年10月17日に行われた。このラウンドからはリーグ1の24クラブ、リーグ2の24クラブと予選を勝ち上がった32クラブが参加する。 なお、勝ち残っているクラブで最も低いディビジョンのクラブは、8部に所属するヘイブリッジ、スーィフツとハイドユナイテッドである。組み合わせ抽選会は、2017年11月6日に行われた。勝ち残っているクラブで最も低いディビジョンのクラブは、7部に所属するヘレフォードとハイドユナイテッドとリアザーヘッドである。組み合わせ抽選会は、 2017年12月4日に行われた。このラウンドからプレミアリーグの20クラブ、チャンピオンシップの24クラブが参加する。なお、勝ち残っているクラブで最も低いディビジョンのクラブは4部に所属する8クラブである。また、ブライトンホーブ・アルビオン対クリスタル・パレス戦からビデオアシスタント・レフェリーが使用される。 リバプール v エバートンマンチェスターユナイテッド V ダービーカウンティフリートウッドタウン V レスターシティミドルズブラ V サンダーランドエプスウィッチタウン V シェフィールドユナイテッドワットフォード V ブリストルシティバーミンガムシティ V バートンアルビオンアストンビラ V ピーターバラユナイテッドボーンマス V ウィガンアスレティックコベントリーシティ V ストークシティボルトンワンダラーズ V ハダースフィールドタウンヨービルタウン V ブラッドフォードシティ ブレントフォード V ノッツカウンティクイーンズパークレンジャーズ V ミルトン・キーンズドンズエクセターシティ V ウエストブロムビッチアルビオンドンカスターローバーズ V ロッチデールブラックバーンローバーズ V ハルシティカーディフシティ V マンスフィールドタウンマンチェスターシティ V バーンリーウルバーハンプトンワンダラーズ V スウォンジーシティスティブネージブイレティングニューカッスルユナイテッド V ルートンタウンミルウォール V バーンズリーフラム V サウサンプトンウィコム ワンダラーズ V プレストンノースエンドカーライルユナイテッド V シェフィールドウェンズデーのリジ式 V チェルシーニューポートカウンティブリーズユナイテッドシュルーズベリータウン V ウエストハムユナイテッドトッテナムホットスパー VAFC ウィンブルドンノッティンガムフォレスト V アーセナルブライトンホーブアルビオン V クリスタルパレスレスター式 V フリートウッドタウンマンスフィールドタウン V カーディフ式ウエストハムユナイテッド V シュルーズベリー、タウンシェフィールドウェンズデイ V カーライルユナイテッド・レーディング、V、スティブ・ネイジ・ウィガン、アスレティック・ V ・ボーン・マス・オウォン・ジー・シティ・ V、ウルバー・ハンプトン・ワンダラーズ・チェルシー・ V ・ノリッジ・シティ、組み合わせ抽選会は2018年1月8日に行われた。シェフィールドウェンズデイ V ・レーディング・ヨービル、タウン V ・マンチェスター・ーーユナイテッド・ピーター・バラ・ユナイテッド、 V レスターシティハダースフィールドタウン V バーミンガムシティ、ノッツカウンティ V スウォンジーシティミルトンキーンズドンズ、V コベントリーシティミルウォール V ロッチデールサウサンプトン、V ワトフォードミドルズブラブイブライトンホブ、アルビオン・ウィガン・アスレティック V ウエストハム、ユナイテッド・ハルシティ V ノッティングム・フォレスト・シェフィールド、ユナイテッド V プレストン・ノース・エンド・ニューポートカウンティ V、トッテナム・ホット・スパー・リバプール V ウエスト・ブロムウィッチ、 アルビオンチェルシー V ニューカッスルユナイテッドカーディフ、シティ V マンチェスターシティーバーミンガムシティ V、ハダースフィールドオタウンロッチデール V ミルウォールスウォンジー、シティ V、ノッツカウンティトッテナムホットスパー V ニューポートカウンティー、組み合わせ抽選会は二0 1八年一月二十九日に行われた。レスターシティ V シェフィールドユナイテッドチェルシー V ハルシティ、シェフィールドエンズデイ V スウォンジーシティウエストブロムウィッチ、 アルビオン V サウサンプトンブライトンホーブ、アルビオン V コベントリーシティハダースフィールド、タウン V マンチェスターユナイテッドロッチデール V トッテナム、ホットスパーウィガン、アスレティック V マンチェスターシティスウォンジー、シティ V シェフィールドウェンズデートッテナムホットスパー V ロッチ、デール組み合わせ抽選会は、2018年2月18日に行われた。スウォンジーシティ V トッテナムホットスパー、 マンチェスター・ユナイテッド・ V ・ブライトン・ホーブ、アルベオン・ウィガン、アスレティック・ V ・サウサンプトン・レスター・シティ・ V ・チェルシー、組み合わせ抽選会は、2018年3月18日に行われた。チェルシー・ V ・サウサンプトン・マンチェスター・ユナイテッド・ V ・ィ、ドッテナム・ホット・スパー・チェルシー・ V ・マンチェスター・ユナイテッド、決勝のカードは、決勝の会場、ロンドンを本拠地とする、2年連続の決勝進出の、 チェルシーと15から16シーズン以来の決勝進出のマンチェスターユナイテッドになった。両者はチェルシーは準決勝でサウサンプトンを破り、マンチェスターユーは準決勝でトッテナムを破り、決勝へやってきた。試合は前半22分にアザールの独走ドリブルからユナイテッド DF のフィル・ジョーンズが倒し、チェルシーが PK を得る。 その PK をアザールが決め、1から0、そしてその1点を残りの時間ずっと守ったチェルシーが勝利。チェルシーが去年の雪辱を果たして、11から12シーズン以来の優勝を果たした。カーライルユナイテッド対ジリンガムは当初2017年12月12日19時45分より実施される予定であったが、ピッチ凍結による コンディション不良のため2017年12月19日19時45分開始に延期となった財布 A カップありがとうございます。